ね、今から膝割りパスをやります。まず、ズボンの膝の内側を当てて取ってもらって、もう片方は襟を握ってください。で、このままズボンを持った方の足を、相手の足をまたいでもらって、でこのまま対角線で自分の膝を床につけるように。で、膝がついたら持ってるズボンを離して、このまま足を横に移動させてください。で、次にこの襟を持ってる方は道着を上にずらして、自分の肘が相手の溝落ちのあたりに当たるようにして、ここでアームカールをするようにして肘を刺して、でもう片方の手を袖に持ち替えて上に引き上げながら、このままスライディングをしてパスガードをしてください。で、次は膝割りパスのレズバージョンをやります。で、ズボンと襟を持ってもらってまたいで、で、これここまで入った時に相手が、起き上がってきたりした場合に、ここで相手の脇の下に自分の、前腕を入れて自分の肘を床につけるようにしてください。そうすると相手は起き上がることが、難しくなる。で、このまま袖を引き上げてスライディングして押さえてください。で、この時に袖が取れるんであれば、先に袖を取ってこのまま引きながら肘を出してもらっても構わないです。で、次は膝割りパスガードで、相手がディフェンスをしてきた場合のパスガードをやります。で、ここで膝割りパスに入って、相手が足の裏で腰など蹴ってきた場合、このまま袖を引っ張って少し腰を上げて相手の方に向いて、このまま肘を刺してパスガードをしてください。で、この時に気をつけてほしいのは、相手が蹴ってきたのに対してあまり離れすぎると、ここで腰をずらしてもあまり効果がないので、しっかりこのままプレッシャーをかけながら、最後のあまり離れすぎずにしっかりと入れる。
てみてください。で、次は膝ありパスのバリエーションをやります。で、ズボンと襟を握ってここまで手をパスで入って、で、また相手の足の裏が腰に当たって、で、この襟と袖を掴んでしっかりプレッシャーを与えるのですが、相手の足の力が強い場合だったりすると、まあ、なかなかくっつきにくいので、このまま足でこうちょっと力を逃がすようにして、このまま離れ、この立ちに行く間にこの襟を持っていた方の手でズボン掴んで、このまま落としてください。このまま腕を伸ばしたまま逆の手でズボン持ち替えて、の逆の側に押さえてください。また膝ありパスの別バージョンをやります。で、ズボンと襟を持ってもらって、膝、はい、で、この時に相手がディフェンスで外側からこう中の方に、まあ、すね、膝を入れてディフェンスをしている。で、このまま入れさせておくと相手と距離ができてしまうので、しっかり袖、襟持って引き付ける。で、このまま襟を持ってる方の手を離してもらって、相手のこの膝の裏からこの帯のあたりに拳を落とすように入ってもらって、このまま相手の胸を横にずれて、このまま上体を押さえて膝を腰に当てて押さえてください。
で、次は膝ありパスをかけて相手がうつ伏せになってディフェンスしてきた場合の対処をやります。はい、入りに行って相手がパスガードを嫌がって出てきた場合、この場合、まあ、なかなか抑えにくいので、このまま相手をの背中にこのまま自分の胸をつけに行ってもらって、このまま自分の手をクラッチしてもらって、このまま相手を起こすように仕向けてもらって、このまま転がしてバックまで取ってください。離してで、しっかり相手の背中に自分の胸が当たるようにしっかり乗ってもらう。こうすれば相手がどっちに動いても真後ろにキープができるので、さあこのまま中に入った足を外すか相手が伏せて